チャオ、あちゃんです。帰りましょう。マクドでお腹がいっぱいになったわ。でね、帰りましょう、帰りましょう。よいしょ。ローソンさ、パナマ芸者、奈良のローソン何軒か行ったけどな、どこも置いてなかった。パナマ芸者飲みたかったな。500円で飲めると結構安い。まあパナマ芸者、ベビーらしいけど、ベビーって若い豆らしいけどね、深い豆はもっと高いらしい。500円でなんか飲まれへんらしい。てかパナマ芸者のベビーでも500円では普通飲まれへんらしいわ。それ聞いたら余計飲みたくなってさ、時々ね、スタバでも置いてるらしいね、裏メニューで。置いてる店が裏メニューっていうかね、置いてるんですから、ね、スタバで飲んだら1000円ぐらいするらしいよ。それでも安いらしいよ。2000円だかな、1000円だかな。 お店飲んだら2000円とか取られるから、2000円とか3000円とか、ちっちゃいカップいっぱいね。で、豆がね、ベビーで3100g で3000何個ぐらい、 100g言うたら何倍？いや、いっぱい10g、10から15g ぐらい使うでしょ。10杯飲めるかどうか。いっぱい300円、原価350円とか400円ぐらいだから、10回で分けてね。もしそれ、200g 使って、 200g 使わへんかな、150とかやけど、設定を使って200使った後輩700円ぐらい。高いでしょ、原価。まあ200も使わへんから100ぐらいかな。買っててパナマ芸者を買って、ただ美味しいかもわからん。すごいお花の香りがしてね、美味しいらしいね。なんかドリップして飲むのもいいのかもわからんけどね。ただね、10回も飲みたいと思う。1回飲んだらそれでいいかも。いや、まあ、飲んだらハマって美味しいからまた飲みたくなるかもわからんけど、難しいね。買うか買わへんかって言ったら、思って悩んでんだよ。でもパナマ芸者飲んでみたいな。
はちょっとね、昼で出かけんだけど、ついでに上司、ついでってことだけど、明日行かなあかんね。上司で、ポケット Wi-Fi の更新してきゃなあかんね。新しい機械とね、で契約変えて、山の中でも入るように au の回線使うやつのプランに変えてもらうね。2年使ったしね、契約更新。次、3年更新契約にしといたら、ちょっと、ね、割引も効くからね。毎月1000円ぐらい引けるんでしょう。1000円引かれたら、3年使った3万6000円違うもんね。せえへんから、まあ、使ってないっちゃ使ってないけどね、十分。そんなあっちゃな外でネット使ったりせえへんの、まあ、子供が使うからね。車とかに出かけた時動画見たりとかいろいろしてるから、まあ、買っといてもね、うちはあんねんけどね。奈良交通バスが35キロぐらいで引っ張ってくれてるな。譲ってくれんねん、譲ってくれん、まあ譲る必要はないねんけどね、自分のダイヤで走ってるから、バス停にね、早着きすぎてもあかんし、遅すぎてもあかんし、日本の公共交通機関ダイヤ通りぴったりに走るからね、まあ、渋滞してたら仕方ないけど、ね、後ろ見て分かってるドライバーは、バス停で降りたり乗り降らなかったら止まって譲ってくれるんやけどね。そうすると減ったわ最近、まあ、会社が譲るなって言ってるのかも分からんけどね。文句を言ってはいけません。はい。体が痛い。バキバキ。なんでこんなのあったの。同じとこ噛んだ。腫れてるんやね。多分腫れてるから噛んないよな。道路がうねんうねんってなった瞬間に噛んで。口半開きとるからよ。
たね。バイバイ。